ロックランチ、これだね。J のロック。じゃあ、これで始めよう。何ですよ。取り切って。はい、が4番から6番、C が4番から。はい、それではですね、ちょっと初めのチョコレートスイッチオン。ありがとうございます。では皆さん、本日は作るチョコクランチにお集まりいただき、収録してください。それ以上ですね、温め続けますと、はい、切ります。チョコレートがだんだん硬くなってきて、この後ですね、本を見たら出てます。出ます。施設内プログラム専用品。混ぜ。この時、お鍋落ちてもし持ち上げてもらって大丈夫なんですけども、持ち上げた時に見える銀色の部分、少し熱くなっております。お子様、焼き物をお気をつけください。どーん。またですね、入れる前に早く呼ばれないようにですね、キャラスに穴の中スライドだもし手が汚れて手を洗いたいよという方いらっしゃいましたら、お処理ございます。手洗い場使っていただきます。アーモンド、あ、だアーモンドまみれ、ちゃんと作りました。組み立てます。できた。これも入れていいのかな。このまま。はい。じゃあ、ケーキの中にお返しできましたので、よかったら箱の中に入れてみてください。チョコレート横並びで2つ入るような大きさの箱になると思います。この組み立て方ちょっと複雑なので、一度前で説明をしていきたいと思います。チョコレートを入れていただいて、一番最初にですね、この箱左右に青いケルコネが入った部分があります。